まいりましょう、はい、乾杯。先生おらへん寂しい、それは寂しいって永遠に言ってももうそれはもう現実で無理だからさ、それじゃなくて、まあまあ、それはそれ置いといても、うん、実際その音楽を作る現場っていうのがやっぱり実際コロナ以降どんどん減っていって、はい、その若い子の間 の, その音楽の世界ではある、いやこの番組のテーマソング作ってそのままやそやな、どう、あそうでもさ1個あるのよ、うん、あのねちょっと先生が私に作ってくれた歌があるんだけど、上から目線の女って思い出すだけ聞いたことある1個言うていい先生、まだ、あ、まだだからそれがもう譜面もあるから、うんうん、これちょっと形にしよう、うん、いや、OK、ある先生が歌った俺も残ってる、あいいですよ、それ、OK、で私はその時に今よりもっと未熟やったからすごい怒ったのね、うん、そんな上から目線信頼だなってハマりすぎてるでも今はちょっとそれをなんていうの受けれるぐらいの気持ちはあるし、先生が何言うてんねんって、うん、ちゃんとこれはオチがあってちゃんとなってんねんって、うん、その上から目線の女だけじゃなくって言われたから、うん、まあこれちょっと発表するのありやね、いいです、1個言っていい、その時ね、先生そのアレンジにね、僕に発注したらたった一言だけよ、うん、あの、何やったかな、あの、ダン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 、あ、先生それ上手ですか、そのサウンドでやってくれ上手でやってくれ言われた、覚えてるな、恐怖が近づいてくる感じちょ、な何を笑ってんの、いや怖いけど口を口開けた、いや先生がそう僕に言うたのこれ、ね、これなアレンジの時そのジャン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 入れてくれみたいな実際ねだから何を笑ってんのいやそれを入れたかどうかも忘れたけどちゃう風邪やんのよ、あと何笑ってんのこれで何を笑ってんの、笑いが止まらないそうでも私先生の譜面見たから、うん、あーと思って、これそれとあと、まあ、来年オリンピックあるからオリンピック の, その先生なりにやっぱりサッカーだから、うん、未発表のいっぱいってオリンピックの曲もあってね、歌詞もちょっとそんなんも勝手にねここでせっかくねこの番組やり始めたんやからミュージシャンがおるね、そうそう歌詞もいるし歌手なってる、いやでもだからカリアレンジも住んでるはずよ、その上から目線、うん、いや私聞いた、うん、そうやろ、めっちゃ怒ったもん、うん、そのどういうことでも先生はやっぱさっきから言えやとお前が怒る内容ちゃうかなって、うんうんうん、ちゃんと考えとると、そう、うん、ね、みんな聞きたいんじゃんこのように笑いたいね爆笑、まあ、爆笑言い過ぎですよイントロから爆笑そんな音楽のこともしたいけど、それ以外でやっぱり音楽ばっかりじゃない、違う外れたこともなんかしてないの、うん、あんまりしてないね、いやそこは寂しいなとは思う、何もしてないけどね、なんかしたらは、そうそう、せっかくですよ、せっかくやから、うん、
子供の頃の野球のように。そうですね。そうそうそう、な毎日ほんま毎日やったからね。それが当たり前は思っとったからさ、うん、で周りにみんなそうやって毎日やるやつがおったからね。はい、というかそうやったらなんかまあ音楽やけど、まあ、なんか経路の違うバンドみたいなこともやったのもおもろいのかな。おえ、私じゃん。いやいや、楽器できる人ってどういうこと？バカしてる。いやいやいや、まあ、楽器できる人と、あのクラプトンってあの楽器する人が楽しみです。クラプトンで楽器する人。いやいや、ってどういうこと？今はもうね、技術があるから。あ、そう。ちゃうの。うまいことごまかせるから。そう。どういうこと？いや、でもやっぱり生演奏って言ったらちょっと、そのまでごまかしてきた。そうやね、一回またね、いつかここにキーボードを持ってきてもらって、うん、そうそうそう、やるっていうのはありだよね。あり、あります。一回聞きたいですね。ちょっとさ、キーボードを探してきますわ。私は先生の仕事をしてるときは音楽のことの価値って本当にちょっと理解してなかった。今もしてないと思うけど、でも今音楽ってすごい楽しいなって思うから、まだほら今寝とってこれちょっと寝癖あるよ。あ、分かった、自分のこうなっちゃうから。何裸か丸裸だから第2弾考えてた。ほらまだ寝てた。なんで寝るの？起きてよ目。起きてよ。なんか聞こえた。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーとユー、ハッピーバースデーディアカセアン、ハッピーバースデーとユー。こんなんもあんねん。よかった、ありがとうございます。こんなん用意してくれてあったんだ。こんなんも用意してくれてあったんだ。こんなんもどうですか、どうですか。あんたいいやつ。これなんか先生かぶってたやつやね。なんか先生もっとええやつ。あ、もっとええやつ。こんなんとかどうですか。笑して、あら、かわいらしい。どうしたらいい。首に、あんたが、あ、私嫁ちゃん。嫁ちゃん。厳しいね、そこは。そう、あんた誕生日やったやん。そうそう、誕生日やった。3月31日でございます。あ、おいくつになられたんですか。昭和35歳になりました。かわいいよ。おめでとうございます。ありがとうございます。洗濯物
君の香りが揺れてた。絶え間なく降り注ぐ光雨のように君を愛せばよかった。窓に降り注ぐ光雨のように二人の愛は中でした。